納豆は定番だからね、しーちゃんね。
ガザヌンでした。私ね、あの森の上にさ、ご飯が乗ってそれが食べてたあれを探してたんだけど、なんで先発でテリーミルがこれになったのね、イクラね。そうなの。2人ともそのイクラを探してたの。リミノがなんかリミノに合わせようとしたんだけど、結局なんか、なんか合わせられなくて、これになった。これになった。最終的に。そう、あのイクラ期間限定だったっぽいね。なくなっちゃったよね。あれリミ大好きだったんだよね。かわいい。結果一皿だったので、今日のプレゼントは。一皿分のプレゼントって何だ。スマホ版のマインクラフトです。もっと当てたらスイッチ版だった。嘘だ、ほんとねえ、それ聞いてたらほんとやっちゃう。電車も何でもいいからちょうだい。いい、はい、スマホ版になった。ほんとにいいの。じゃあお家帰ったらスマホにマインクラフト入れよう。フォトフロー。え、フォトフロー。なんで、しーちゃん誕生日じゃないんだ。フォトフロあ、じゃあ次頼んだのが合ってたらおまけでしーちゃんもマインクラフト。本当にいいの。じゃあスマホ版。じゃあ今度はちゃんの狙っていきない。リミ、私が頼むの決まってるよ。わかるよ。じゃあテレパシー。テレパシー、テレパシー、テレパシー。え、ここにあるのか。もっとここにある中に頼む。そんなヒント言ってんの。テレパシーじゃないじゃん。言ってんだよ。マインクラフトさん。じゃあ、はい、じゃあこんな中から一皿、同じやつね。同じのやつ。じゃあ、じゃあ、どっちから頼む？リミ。じゃあ、リミ、しーちゃんのやつ。じゃあ、リミ頼んで。しーちゃんが頼むと思うもの。絶対あれだよ、リミ。私のマインクラフトかかってるね。かかってるね。いけるかな。リミちゃんもいいよ。多分よし、じゃあ一旦食べちゃおうか。食べちゃおう、せっかく来てるから、ね、食べよう。多分一緒に頼んだから、うん、ね、同時に来たら一緒だったら一緒に来るよ。一緒のものだったらね、うん、さて一緒に来るか、バラバラに来るか。リミの天才 T シャツが消えちゃうのね。今日はなんか天才着てんだよね。天才、あ、いいじゃん。もらった T シャツだけどね。うわー、なんかやばい子みたい。なんかすごいの来た。ありがとう。ね、こんなことあるの初めてだもん。間違えちゃったのかな。積み忘れちゃった。積み忘れちゃった。誰かがさ、全部取ってまとめてしたの。ああ、そっか、まとめて誰かが置いたのか。すごい量だね。かわいい。待って、何か取れた。このまま来てるよ。来た？来たよ。魚。あった。同じ納豆が来ました。ってことは？はい。すごい顔してる。すごい顔してるよ。しほちゃんもよかったね。です。あ、でも携帯版のマインクラフトって800円ぐらい。うん、安い。800円ぐらいですね。まあしょうがないね。うん、はい。本当に買ってくれるの？うん、いいよ。しーちゃん一緒にできるかもよ。うん、これ私の、これママの。さっきからだけ言ってママのさ、トマト食べない。はい、
まだ1個も食べてないんだけど。Gummy bear. Sunday.